こんにちは、かなたひかりです。本日はですね、皆様にワンダーシア様から発売されているフィモーラという動画編集ソフトをご紹介したいと思います。実はもう私の最近の動画の制作はすべてこのソフトに完全に移行していまして、例えば今流れている新人バーチャル YouTuber 欲張りセットの最新動画ではかなりのクオリティアップを実現することができ、皆様から大変ご好評いただきました。私のように動画編集の経験が浅い方やバーチャル YouTuber の方で動画編集が難しいと思っている方にはとてもおすすめなソフトです。この動画ではどのような感じで動画を作れるかを動画の始まりの部分だけですがサンプルとしてお見せします。まずはですね、フィモーラのソフトを起動するとこんな感じになっていまして、ここにいろいろ機能のボタンがあってクリックでブラウザが切り替わります。テキストクレジットのテンプレートを使って冒頭のタイトル動画を作ってみましょう。私のイメージカラーが水色なのでこれにしましょうか。ドラッグ&ドロップでタイムラインに配置します。プレビューを見てみましょう。ではこのテンプレートの文字の部分に私のチャンネルの名前を入力していきましょう。かなた、ひかり、チャンネルと、あとはここにバーチャル YouTuber と書いておきましょうか。バーチャル YouTuber、 OK を押してこれでこの部分は完成です。ちゃんとアニメーションもあります。ほらこのようにですね、このソフトは豊富なテンプレートやプリセットを駆使することでとてもクオリティの高い演出を簡単に動画に反映させることができます。次にですね、私の過去の耳かきボイス動画の冒頭シーンを今回サンプルとして使いたいと思います。こちらにドラッグしてちょっと再生してみましょう。あれ？お兄ちゃんどうしたの？あ、冒頭のセリフが始まるまでにちょっと黙ってる部分がありますね。こういう時は場所を指定してこのハサミツールで動画を分割します。そしてこの部分を削除すれば OK です。あれ？それではこのタイトル動画と私が喋っている動画をかっこよくつなげてみましょうか。トランジションのボタンをクリックして、どれにしようかな。プレビューで見てみましょう。なるほど。ではこれを使いましょう。あれ？お兄ちゃんどうしたの？次はですね、キャプションをつけてみましょう。どれにしようかな。あ、これはどうだろう。お、良い感じですね。なんか流れ星っぽい。これをドラッグしてテキストトラックに載せます。お兄ちゃんどうしたの？何か用？これに私の名前を表示させてみましょう。編集を選択してこの文字を置き換えます。日本語と英語両方書きましょうか。あれ？お兄ちゃんどうしたの？何か用？
うん、とても良い感じです。あと、例えばこういうエフェクトもつけられます。このサブトラックに乗せて、ほらなんか雰囲気あるでしょ。あ、うん。他にもですね、音楽 BGM 素材なんかもついてます。例えばこれをプレビューしてみましょう。良い雰囲気な曲ですね。ではこれをドラッグでオーディオトラックに乗せましょうか。右クリックから編集を選択して、このパラメーターでね、音声のフェードインとかを何秒とか設定できるようになってます。あれ、お兄ちゃんどうしたの。何か…ふむふむ、ちょっと BGM が大きいですね。ボリュームを下げてみましょう。何か用？多分私の動画の方の声のボリュームが小さいですね。最近今度はそっちを上げてみましょうか。続いちゃってて。そっか。お兄ちゃん、右クリックでオーディオ分離を選択して、これで動画と音声が分かれます。それでさっきと同じ要領でパラメーターから音量調節すれば OK です。あ、そうだ、久しぶりにあれしようか。あれって何かって、あれだよ、あれ、み、み、か、き。久しぶりにしてあげようか。お兄ちゃん自分で耳かきしないでしょ。私がお耳掃除してあげるよ。このような感じでですね、いつも動画の編集をしているんですが、まだこのソフトを触って日が浅い私でも結構いろいろ見栄えの良い動画が作れるようになったと思います。概要欄にこのソフト、フィモーラの詳細ページのリンクがありますので、よろしければ皆様もぜひ使ってみてください。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。